どうも、クキでーす。どうも、トヨです。はい、トヨ君、何編が一番好きですか？何編？やっぱりあれですかね、暗黒武術会編。いやいやいや、悠々白書やから。初っ端からボケるね、今日は。僕やったらワンピースは、やっぱりイーストブルー編が原点にして頂点なわけですよ。おそう、でも他にもね、好きな、まあ、エピソードたくさんあるわけですけど、はい、中にはロングリングロングランド編みたいな、うん、すぐ終わっちゃうやつもあるやんか。誰そこ一番好きっていうやつおらへんやろ。まあ確かに。でも俺がね、いろんなこのアニメ、漫画を見ていた経験則から言うと、はい、短く終わるエピソードは不人気。あ、これは悲しいかな。そうや思うよね。だって人気があれば伸ばすから。確かにね。そう、作者のね、構想上ちっちゃいエピソードでもあるんかもしれないけど、僕の中でそうい うイメージがあって、霊界探偵編とかね。あ、そうそうね。それと同じようにロングリングロングランド編に次ぐ短いエピソードとして象編を上げたいんですよ。あ、でも象は重要よ。そう、重要なんですよ。象って僕めちゃくちゃ好きな編で、実は僕の友達のワンピース仲間に、あそこ結構いらないっていう人多いんだよね。あー、でもそれはね、それは間違ってると思うんやけどな。めちゃくちゃわかる。僕もつい1年半ぐらい前まで、うん、あれゾウって魚人島の後行ったんやったっけ、ドレスローザの後行ったんやったっけっていうのが全然わからなくて、さっき言ってもらったドレスローザ行く意味ないやん。いや、これマジ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 、え、そう、それぐらい印象ないのよ、あっこ。あー、確かに。そう、ゾウ編って言ったら、うん、ズニーシャいるじゃないですか、うん、ズニーシャは1000年以上もの間ワンピースの世界を歩き続けてる巨大なゾウなわけ。まあ、暇なゾウやね。暇？ずっと歩き続けるの相当暇なゾウでしょ。いやいやいや、暇で歩いてるわけちゃうねんけど、はいはいはい、その物語上ね、空白の100年とか800年前に世界政府が誕生したとか、うん、数字上のことってそのセリフの中で出てきたけど、初めてなんですよ、1000年生きてるものが登場するっていうのは。いや、もうすごいことですよ。そんな絶対訳ありなズニーシャと唯一会話ができるのは桃之助なんですよね。そう、光月桃之助ただ一人なんですけども。というわけで今回はなぜ桃之助だけがズニーシャに命令できるのかを徹底考察。友達やからやな。スタッフも失笑してるやろな。友達やから。ということで、まあ、早速一つ目なんですけども、はい、ズニーシャってそもそも何やと、まあ、これをちょっと説明したいんですけども、はい、1000年以上前にとある罪を犯し、ただ歩くことを命じられた巨大な像とされてます。はい、これどう思います？長い足を持ってるなと思ってますね。なんで共同銀行でいつも言うの、そんな。こっちやからな、共同銀行は。そうです、まあ、足やから長くしたんかもしれないけど、はいはいはい、いらんわこんな説明も。とある罪っていうのもちょっと謎だなって思って、まあ、これちょっと後で触れるんですけど、そうですね、うん、およそ1000年前に象の背中にミンク族が住み始めたという歴史ですね。はいはい、まあ、ここも報告ね。そう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 。そんなミンク族との関係の深いズニーシャなんですけども、うん、象を攻めてきたジャックの艦隊を鼻の一振りで沈めるという。いや、すごいよ。通称鼻パオンっていう技で。いやいや、そう、クッキーさんしか言ってないから。ちゃんと突っ込んで、ちょっと甘噛みしながら言うのやめてくれる、ちょっと。超強力な存在でもあり、それってまるで古代兵器じゃないのとも思われてるわけですよ。なるほど、生物兵器ですか。実際ゾウっていうのはね、戦ゾウと言われてね、戦車代わりに使われてた時代もあるんでね。すげえキングダムの情報入れてくるやん。中国の話でしょそれ。そうですね、インドからみたいな。そうそう、武器としてもすごい強いですよね。すごい的確な例えするやん。でね、そのね、俺思ったんだよ、その冒頭で言った、はい、ズニーシャって千年歩き続けてるって暇って言ったやん、うん、あながちそうかもと思って、うん、千年前に何か罪を犯したことは確実だと。じゃあそこで、じゃあお前千年間歩いとけ、一生死ぬ前歩いとけってもし言われてたんだとしたら、その命じたやつは死んでるだろうと思うよ。まあ確かにね。そう、死んでると思われるし、それ以降ほんまに歩いてるかどうかを確認できへんわけやんか。確かにね。のくせになんで命ずることができるのってすごい疑問だったわけ。確かに確かに。それが滞りなくちゃんと罪が解消されるかどうかもわかんないやんか。うーん、それがね、俺思ってんだよ、呪いじゃないかって。呪い、例えばマグロいるやんか。マグロね。そう、回遊魚と言われるように、おうおうおう、あれ止まったら死ぬんでしょらしいね。っていうように止まったら死ぬっていうのは呪いじゃないねんけども、はい、明らかに死が直結してるわけ。そうっすね。じゃあズニーシャも同じように、それがもし呪いの類であったとしたら、足を止めた瞬間、もしくは光月家とかに命令されて何かアクションを起こさない限り、自分の判断で何か物事を起こしたら、はい、死ぬよみたいな。なるほど。呪いがかかってんちゃうかなと思ったら、おうおう、結構複雑なやっぱ奥行きを感じるんですよね。なるほどね。まあ、呪いというのは結構行動制限できますからね。ここはね、ちょっと今日の前提のお話なんで、ちょっと覚えておいてほしくて、うんうんうん、2つ目いくよ。桃之助って本当はウラヌスじゃないのか説。桃之助がウラヌス。はい。まあ、よくウラヌスって言ったらね、ナミがウラヌスなんじゃないのかとか言われるんですけども、まあ、その理由をちょっと説明します。それはウラヌスが天候の神で、ナミが天気に詳しいからやね。石原良純さんにもなれるってことですか。よく外してるからちょっときついんちゃうかな。なるほど。成績がやっぱ上位のものしか無理ですよね。そうそう、ナミさん相当上位やから。はい、
漢字出式にもね、やっぱスカウトされてるからね、よっぽどよね。そうそう。というのもね、その海洋類を操る白星がポセイドンだったわけですよね。確かに確かに。これ巨人島編の最後でほんまこれびっくりしたよね。おお。まだ明かされてない古代兵器であるウラヌスという可能性は十分にあるんじゃないのと思うんです。なるほどね、はい、世界各国の象を操れる能力やね。ちょっとちっちゃいな、なんか海どうやってくるのほんま。いやでもズニシャみたいなもんおるから集まるのめっちゃ時間かかるやん。海洋類もかかるやろ。まあ、となるとウラヌスはズニシャそのものなのか、もしくは命令できる立場であるモモノスケなのかって分かれるわけですよ。なるほど。ポセイドンと同じ理論でいくと、うんうん、ウラヌスはモモノスケということにはなりますよね、はいはい、古代兵器って一刻滅ぼしたぐらいの強力な兵器と言われてるわけですけども、まあ、確かにね、白星がパクパクパクってやって海洋類たち命じたら海普通に航海するの難しいよな。もうな、もう難しい。結構きつくなるから。きついきつい。あ、なるほどなって、あれに襲われたらきついわって思うわけで、でも僕たちはなんとなくフルトンっていう古代兵器の設計図がある巨大な戦艦みたいな感じだったから、造船史上最悪の船みたいに言われたから、うん、船とか物であるって思い込みすぎてるわけよね。確かにね。 そこで白星の登場、海洋類の存在っていうことが分かった以上、もしかしたら人とか動物かもっていうふうに考えると、やっぱりこのワンピースの今まで出てきた物語の中で一番強い動物ってズニシャなんだよね。まあ、違和感ありますよね。っていうことはモモノスケが裏の操縦者となって、うん、ズニシャを操るのかなって思うわけですよ。ほう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 。でね、ここで気になるのがおでんのこのセリフ。象と光月は歴史的に固い絆で結ばれていた。ミンク族は強力な戦士だった。覚えておけお前。ええ今咳するタイミングでした。いざという時は象を目指せと。ここで不自然なこと気づきます？何ですか？象と光月家はっていう比較をしてるわけですけども、うん、なんでミンク族じゃないのここ。おお、確かに光月家って一族の名前、うん、じゃあ象って場所の名前なんで、そうやね。これだミンク族と光月家だったら一族という。確かに象と和の国やったら百歩譲って分かるけど、象と光月家っていうのは、うん、謎やね。そうだ、この辺のニュアンスも謎で、ミンク族がほんまは大事なんじゃなくて、ズニシャそのものと桃の光月家が2つが1つの対になるってことを匂わせてんじゃん。確かに思うわけですよ、うん、海洋類とネプチュン王家のようにえやばい。じゃあもう席でうなずくやめてくれるちょっと。はい、歴史的にウラヌスと命令する立場としての絆があるからではないかと考察します。どうですか？なるほどって感じですね。コメントやろ、コメントやろ。3つ目、モモノスケ以外に声が聞こえる存在。おお、ロジャーとかルフィですね。そうそう、ズニーシャに命令ができるのはモモノスケ一人なんだけども、うん、声が聞こえる存在って誰がいますか？え、ロジャーとルフィ。もう一人います。もう一人、はい、誰でしたっけ？おでん。あー、それなんか聞こえるわみたいな言ってましたね。そう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 、ペドロがね、言ってたんだけども、ゴールディ・ロジャーもおでん様もこの地にて同じことを言っていたと聞くと。会話はできないが大きな声が聞こえると。確かにね。そう、思い起こせば魚人島の時にも誰だこんな中であの大きな声喋ってるやつみたいなこと言ってたんやけど、ロジャーもね、でルフィも同じようなことだから、うん、おそらく間違いないと僕思ってるんですよ。確かに。ロジャーとルフィっていうのは万物の声を聞く力によって声を聞けるのかなって今推測されるんですけど、まあでもルフィじゃ万物の声聞けるのかなって感じしますけどね。同じ力持ってんのか、うん、なんかちゃうのか、うん、でも命令することはできない。まあ確かにね、リスニングの方はできるけど、うん、することはできませんよみたいな。はい、おでんは光月一族だから声を聞けるっていうのは血筋的に分かるんだけど、そうですね、今一つ大事な要素がちょっと足りてないと。確かに。なんでおでんは命令することはできなかったのか。そうするとやっぱ予言の子というか、この時代に生まれてくるこの子にやっぱかかってるっていう風になってくるのかな。どうなんですかね、命令できへんかったんか、命令する必要がなかったんか。資格の問題だと思うんだよね。なるほど。白星だって、うん、ロジャーの占いによって現れたような感じするじゃん、うんうん、確かに。そのマダムシャーリーに占ってもらって、うん、白星って生まれるからその子だよみたいなこと言われてて、じゃあそこのタイミングで同じくシーンはカットされましたけど、おでん、あなたの息子がズニシャを操るんですよみたいなことを言われてたかもしれないよ。なるほどね。そう思ってくるとちょっと激アツだなと思ってて。確かに。はい、続いて、天月の力ではないか説。ああ、歌い手のね。うんうん、天月さんじゃないですよ、ね、ああ違う。モモノスケだけがズニーシャに命令できる理由なんだけども、それは天月家の血を引いているからではないかと。ほう。渦巻きナルトだってさ、確かにね。ちょっとそういうことか。ちょっと喋ってもらっていいですか。いや、渦巻きナルトって、まあ、長年母親の存在も父親の存在も不明やったんですよ。はいはい、はい、である日父親がですね、四代目ホカゲやったっていうとんでもない事実が分かりまして、うん、母親もなんかそこそこええとこの一族やったんよ。そうそう。で、チャクラ量すごいねんみたいな話があって、母親と父親のええとこをつないでる最強のハイブリッドがナルトやったっていうことが分かったんですよね。本来だったら波風ナルトじゃないの。うん、うん、
確かにお母さんの方取ってたりするやんか、うん、お母さんの方の血筋は大事なのかと思った時に、うん、天月っていうのはそういう血が持ってる代々の一族で、天月っていうのは歴史でこう紡いでいくようなポーネグリフの家系なのかなと思って、役割があるのかなとかちょっと思ってました。確かにね、天月時さんはそもそも800年前から時を渡ってきた人物じゃないですか。ワノ国編で天月家は5つの大名家として黒住日暮が説明してるシーンあるやんか。でも天月家って時以外で出てないんですよね。そうやね、すでに天月家って滅んでしまってる可能性もあると。おー、黒住によって滅ぼされたかもしらんね。そう、だから光月家と天月家が結ばれることっていうのは予言の年にその子供が生まれることは必然なのかなみたいな。まあでもこれ多分時っていうのがすごいキーワードで、時って800年前やからその血が薄まってないと思うのよね。濃い、そう濃いのよ、うん、で、まあ多分おでんも相当強かったやん、うん、0歳からもう馬飛ばしとったりだとか、うん、もう川の形変えたりとか、だからこいつも多分覚醒遺伝かなんかでもうめちゃくちゃ血が濃かったんよ。あ、濃かったね。そう、だからここの光月と天月の血の恋同士から生まれた天才ハイブリッドが桃之助。ハイブリッド好きやな。っていうことなんじゃないですかね。まあ、そんな天月の生き残りである時がなぜ800年前から飛んできたのかっていうことを話したいんだけど、それは光月おでんと出会い、桃之助という天月の血を引いた男の子を産むためだったのじゃないと、投薬の説明がついてしまうなと。天月時は旅の終着点にたどり着いたとはっきり言ってるんだよね。そうやね、ついにたどり着いたの、旅の終着点にって言ってるんだよ。それは光月おでんに出会えただけではなく、図任者に命令できる存在である桃之助を産むことができたからなのかもと考えると。なるほど。あ、じゃあ天月時の冒険は結局全然全世界って感じですね。いやもう全然全然全然ないよ、何個つくんよ全が。まあ確かに3つぐらいじゃ足らんねん、800年は絶対足らんそんなの、間に合ってん。最後にジャンプの内容にちょっとなるんで、ちょっとコミックス派の方、アニメ派の方はご注意ください。はい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 、はい、ヤマトが996話で、うん、世界を夜明けに導く存在として桃之助に語ってるシーンがあるじゃん。もう逃げながらね、はい、穴から降りて、おい君は生きなくちゃ、絶対に生きなくちゃ、世界を夜明けに導くのは君なんだよってことだ。あ、これね、聞いた時になんとなく俺思ったのがドラクエ5なんだよね。ドラクエ5やったことある人は分かると思って、まあやったことない人はちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、ドラクエ5って唯一主人公勇者じゃないんですよ。え、だいたいロト三部作とかやってると主人公が勇者なわけじゃないですか。じゃなくて本人が勇者だと思って僕らプレイヤーはやるんで、その勇者しか装備できへん防具とか武器とかが見つかんねんけど、身につけることができない。え、勇者ちゃうの、絶対勇者感出てたやんみたいな、勇者フラグありましたやんみたいな。おうおう、じゃないと勇者ととある女の子結ばれるんやけど、その子供が勇者なんだよ。ちょっとそういう面白い展開が、伏線があるんですけど、僕らは必然的にルフィが勇者だと思い込みすぎてるんだよ。ほうほう、じゃなくてここで桃之助が選ばれたっていうのがすごく大事なところだと思うんだよね。なるほどね。そう、多分桃之助はそういう理由もあって古代兵器の一つを担う役割を仰せつかるんじゃないかなっていうのが今回の説です。なるほど、はい、どうですか、ヤマト隊長がね、ナルトに何かを伝えたように、またヤマトが桃之助に何かを伝えるという感じだったんですね。うちのチャンネル何、そのナルトと誘白とキングダムしか出てけへんもうこの3つを読んどかな、ついてこられんのちゃうんだ大丈夫だよ最近今日の考察動画が面白かったやっていきたいです。高評価お願いします。高評価2000以上で今度投薬のね、何かしらワノ国の考察やってほしいんですけど。そうですね、何やってくるんですか。クイーンに関する説やろうかな。うっそくね。いや、これすごいのあるんや、うん、クイーン、うん絶対押されへんよ。え、ボヘミアンラプソディ。は、それでは高評価お願いします。 See you. Bye. 今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんなん、でもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。